炭酸まんじゅうの材料です。地粉、重曹、ベーキングパウダー、お砂糖、お酢、お水でまんじゅうの生地を作ります。今日中身はあんこを使うんですけども、今日は市販のあんこを用意しました。はい、おまんじゅうの生地を作ります。地粉に重曹とベーキングパウダーを入れて軽く混ぜます。でお砂糖も入れます。お砂糖のダマがなくなるようによく混ぜます。ふるいでふるっていただいても、その方がね、きれいに仕上がるかと思うんですけども、手でまんべんなく混ぜてもらっても大丈夫です。次に水を混ぜるんですけども、まずお酢は、全部混ぜます。そして水なんですけども、こちらもちょっと様子を見ながら加えたいので、少し残して最初ヘラで混ぜていきます。混ぜるコツはあります？最初は水を結構おやきとかおうどんをこねたりするよりは水が入るので、手で最初から混ぜるよりはある程度生地に水分なじませる段階はヘラを使った方が手にくっつきにくくていいかと思いますね。だんだん水分がまんべんなく行き渡ってきたら、様子を見ながらちょっとまた水を入れて、硬さについてはあれですか、柔らかめとか。あ、柔らかめですね。あんこを入れるときに手にくっつくぐらい柔らかめの方が上手に出来上がりますね。そうそう、手でちょっと全部ぐらいで。あんまり練り込まなくていいんですか？はい、軽く混ぜるぐらいでこちらも大丈夫です。おまんじゅうの生地なので少し休ませます。きれいに丸く、表面を、整えて、これでちょっとしばらくお休みさせます。をかけて何分ぐらい？30分ぐらい休ませると、生地がこう伸びやすくて、もうあんこを包みやすい生地になるので、ちょっとしばらくの間お休みさせます。この分ける大きさも好みですよね。大きいまんじゅうがいいか。そうですね、中に詰めるあんこと相談して、決めてもらって大丈夫だと思います。はい、じゃあ真ん中にあんこをのせますね。で包んでいくんですけども、飛び出さないように寄せて寄せて、最後つまんでいきます。つまみ終わったら丸く仕上げてですね。周りを薄くするといいらしいですね。最後だけつまんで閉じてあげて丸く整えます。これは火加減は
強火で、はい、はい、します。じゃあこれで蓋して、します。